福島県の高校女子ナンバーワンが決定。福島ユナイテッドは相模原と対戦。連敗から抜け出したいいわき FC。 福島のサッカーの未来のために、福島の未来へキックオフ、キックオフ福島。こんにちは、キックオフ福島の時間です。今週も元福島ユナイテッド FC の宇佐克美さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは女子サッカーの話題からです。先日、全日本高校女子サッカー選手権大会の県大会が行われました。女子も頑張ってますね。少子高校、双葉未来学園、桜の聖母学院の3校によるリーグ戦が3日間にわたって行われました。上位2校が東北大会に進み、東北大会で3位に入ると全国大会に出場できます。まずは少子高校対双葉未来学園。前半16分の少子、ナイスタッチ。おお、素晴らしいシュートですね。さらに1分後、綺麗な落とし、いいコンビネーションからの素晴らしいゴール。後半にも2点を加えた少子高校、4連覇に向けて幸先のいいスタートを切りました。2日目は双葉未来学園対桜の聖母学院。前半7分の双葉未来、いいドリブルでしたね。パワフルなシュートです。ナイスゴール、嬉しそうですね。さらに後半29分、早い、ナイスタッチ。おー、ナイスブロック。おー、セカンド、ナイスゴール。試合はこのまま2対0で終了。双葉未来は1勝1敗としました。最終日は桜の聖母学院対少子高校。少子は勝てば文句なしの首位通過、1敗の桜の聖母は勝てば東北大会、負ければここで敗退です。前半32分、少子の PK、 5番の吉田が落ち着いて決めて先制します。ドキドキしたでしょうね。そして後半11分、おー、ナイスタッチ。おー、よく体開いて決めました。素晴らしいゴールです。ここは沖が追加点。その後2点を追加した少子高校が4年連続4度目の優勝を飾りました。少し焦りもあったんですけど、しっかり優勝できたことがすごい嬉しいです。全国でのベスト4とか8とかの壁を越えていけられるように頑張りたいと思います。キックオフ福島。さあ、優勝しました少子高校と2位の双葉未来学園は来月東北大会に挑みます。そこで3位以内に入りますと晴れて全国出場ということになります。さあ、続いてはいわき FC です。今週いわき FC に J1 ライセンスが交付されましたね。いや、ついに来ましたね。来ましたね。ぜひ上がってほしいですよね、はい、そしてまずは J2 残留に向けて負けられない一戦、21位の津江源金沢と戦いました。9月23日、会場の一角にクラブや選手への応援メッセージを寄せた横断幕が掲げられていました。これはクラブが交流を図っている広野町の特別養護老人ホーム花房園の皆さんから届けられたものです。入所する方々が試合中継を観戦したり SNS で応援メッセージを発信しています。選手は一人一人に声をかけ、日頃の応援に対する感謝の思いを伝えました。その期待に応えるためにも、降格圏から抜け出すためにも、甲斐クラブには絶対に負けられないいわき FC。 この日も4000人を超えるサポーターが応援に駆けつけました。入りましたね。期待することは得点力だったり、ディフェンス力だったりです。誰に決めてほしいですか？やっぱり有田です。そしてスターティングメンバーこちらです。今回は山下選手、宮本選手が両サイドバックです、うん、攻撃的に行ってくれるんでしょうね。そして子供さんが言ったように有田選手にも期待しましょう。さあ、その前半10分のいわき攻めていきます。ナイス攻撃参加、山下選手です。惜しい、これが今回の肝かもしれませんね、うん、そして続いて26分です。ナイスターン、逆取ってます。お、どうする、北ドリブラーの長い選手、この細かいタッチ、いけ、決めろ。サイドバックの宮本選手がここにいます。
この後大興奮の後半です。0対0のまま後半41分の言い訳でした。おナイスターン、宮本選手がここで言います。振り抜け、ナイスゴール。うわ嬉しそうですね。見事なゴールでした。何回もここに入ってきてたんでね、うん、これが4試合ぶりの勝利、必要な勝ち点3を手にしました。何としても勝って残留に近づきたいという気持ちで、自分がなんとか、チームを勝たせたいっていうそういう気持ちで挑みました。まあ、予定よりはちょっとコースが甘かったんですけど、まあ、気持ちのこもったシュートだったかなって思うんで、それが枠に入ってくれてよかったです。ナイスアシストでしたが、ご自身のプレー振り返っていただけますか。ですね、もうターンできると思ってたので、ターンすることを意識して、まあ、あとはエイジを信じたって形です。残り6試合、意気込みを聞かせてください。そうですね、もう1位、2位のデルビアだったりエスパさんがいるんですけど、まあ、そこにも負けないくらいこの勝利で勢いに乗って勝ちたいと思います。さあ、そしてこのゲームで遊佐さんが注目した選手がこちらです。私が今回注目したのはサイドバックで出場した山下選手と宮本選手です。まずは攻撃参加、サイドバックがこの高い位置まで攻撃参加する厚みが出ますよね、はい、そして今節は両サイドバックが中でプレーします、うん、宮本選手見てください、右サイドで真ん中まで行く、これができているのは後ろに家泉選手、遠藤選手の強力な2センターバックがいるからこそです、はい、ここで山下選手も出てきます。両サイドが中でプレーすることで攻撃参加、前に4枚5枚出てきます、うん、そして決勝ゴール、宮本選手ここにいますが、前半から何度もここに入っていってます、はい、素晴らしい魂のこもったゴールでした。必然です。全てがつながった見事な決勝ゴールとなりました。そうです。それでは J2 順位表です。いわき FC は10勝16敗10分けで勝ち点40の19位、順位は変わらず残り6試合です。明日午後2時からアウェーで首位町田と対戦します。10月21日清水戦のチケットは今日10時から販売が始まっています。こちらも早めの購入をお勧めいたします。続いては福島ユナイテッド FC です。13位の福島は19位の SC 相模原との対戦です。壁ホームスタジアムでのデイゲーム、3試合ぶりの勝利を目指し、選手もサポーターも気合が入ります。1点でも多く取って得失点差も積み上げられるように、その上でちゃんと勝ち点3を取って勝ち切って、まあ、次につながるような試合を期待したいです。迎えるのは前回の対戦で敗れた19位の相模原。スターティングメンバーがこちらです。大森選手が宮崎選手に代わって2試合ぶりのスタメンですね。そして守護神山本海斗選手も戻ってきました。前半25分福島のフリーキック、惜しい惜しいって言いましたが意外と外れてるそして29分の相模原です。持ち寄せろ、最後、おお、よく折り返した、ナイスゴールですね。やっぱ最後まで諦めない気持ちが大事ですね。福井はこれが J リーグ初得点となりました。相手チームですが褒めましょう、このプレーは素晴らしいです。さあ後半19分です。1点を追いかける福島、いい距離感、コート回してる、ナイス山選手、ナイスゴール。これ見ててください、うん、塩浜選手に入った時に森光太選手をもう一回受けに行きます。その逆を取ってゴール見てないんです、これゴール見てないんです、見てください、もう自信満々に振り抜いてます。頭に全部描いているんですね。そうですね、やっぱりノリに乗ってる選手ですね。なんとか追いついた福島、勝ち点1をものにしました。悔しそうですね、パス受けて前向きになれて、もうシュートが前半から少なかったんで、あそこはもう迷わず、思い切って振り抜いたらそれが枠に飛んでくれたんで良かったです。さあそしてこのゲームで遊佐さんが注目した選手がこちらです。今回私が注目したのはディフェンダーの堂花和樹選手です、
まずはここです。ワンタッチで攻撃につなげる、これシンプルで難しいです。今度は相手のプレッシャーを感じながらも下げずにサイドへ、素晴らしいですね。そして本職の守備ではこうやって体を張れる、素晴らしいです。そしてここです、浮き球を落ち着いて味方につなぐことで攻撃につながります。ここも一緒です。もしかしたらこれはたまたまかもしれないですね。でも落ち着いてます。そして最後はやっぱりこの対人の強さ、強い、素晴らしいですね。そして守備だけじゃありません、攻撃参加も、こういうのがアシストにつながってくるとドーハナ選手の価値も高まってくると思います。攻撃につながるディフェンス、あの気迫のこもったプレーというのはチームに勢いをもたらしますね。そうですね、はい。さあそして J3 の順位表です。福島ユナイテッドは9勝11敗8分けで勝ち点35の15位、順位を2つ下げました。明日午後2時からアウェーで8位岐阜と対戦します。次回10月8日ホーム今治戦のチケットは販売中です。みんなでホームゲームを盛り上げていきましょう。そして福島ユナイテッドではスペシャル企画推しメン総選挙を開催しています。全選手が私服コーデで参戦、プレー、外見、性格、ファッションなど様々な視点からあなたが推したいと思う選手を選んで福島ユナイテッドのホームページから投票してください。10月2日締め切りです。結果は10月20日福島ユナイテッドのホームページ SNS で発表します。上位5人に投票した方には抽選で素敵なプレゼントが当たるそうです。ぜひ参加してみてください。さあこうしたユニークな取り組みも行われていますが、ゆささんも J リーグも気がつけば終盤戦ですね。そうですね、もう残り白熱した戦いが続きますが、はい、一つでも上の順位を目指して戦ってほしいです ね。サッカーの力で福島を盛り上げてほしいと思います。それでは皆さんまた来週です。